音声言語機能障害。音声言語機能障害は大きく2つに分けられます。1つは口頭などの器官の障害で、聞くことや理解力には支障がなく、発声だけがうまくできない音声機能の障害。もう1つは失語症や高音障害など、発音がうまくできない言語機能障害です。私は39歳の時、病気により喉頭を全部失いし、声が出なくなりました。声帯がないため、聴導を声門の代わりとする活性方法を使っています。聴導活性の訓練を始めた頃は、検温のあが出るようになるまで2、3週間、それから2音、3音、4音と少しずつ訓練し、日常の挨拶ができるようになるまで4ヶ月くらいかかりました。なので職場に復帰してからも半年ぐらいは実弾でのコミュニケーションが多かったのですが、そこから少しずつ会話ができるようになり、手術から3年後には仕事の指示や会議での発言を無事に促ながら食道発声でできるようになりました。家族との会話や買い物などの日常生活、病院での診察や JR での切符の購入なども食道発声でどうにかできています。ただ喉頭全摘出後、鼻と口からは呼吸ができなくなりました。空気を食道にティルトに入れ、かき出しながら活動しているので、会話が途切れたり突然話しかけられても、すぐには返事ができなくなったりします。この障害は外見からは分かりにくいため、一般の方と同じように話しかけられてもすぐには返答できず、もどかしい思いをすることもあります。皆さんにはこの障害のことを広く知ってもらって、じっくりと根気強く相手をしていただきたいと思います。